今日はバーバが、はい、バンクーバーでの10日間の生活、10日間の旅行が終わって今から空港に送ります。大阪コレちゃんエアカナダ13時25分、バイバイって思い出したわ。カナダに来た時のことを。バイバイ。見つけてねって。見つけてね。はい、おはようございます。ビクトリア3日目朝です。今 Airbnb をチェックアウトするところですね。朝の9時。水が出っ放しだね。今日の予定は、船の時間が昼の3時の船なので、ビクトリアの最後を観光してバンクーバーに戻るっていう感じのスケジュールになってます。はい、エアビーチェックアウトして今トレイル向かってます。はい、どこのトレイルに行く？エド・ニクソントレイルっていうとこで、その後にマラハット・スカイワークっていう観光名所、うん、マラハット・スカイワーク、うん、そこは有名なところ。スカイウォークじゃないの？スカイウォーク、うん、ウォーク。3日目もレッツゴー。コンクリーション。ここはエドニクソンレイクっていう湖があるっぽいので、ちょっとオフリッシュかどうかわからへんねんけど、湖目指してとりあえず歩いてみようと思います。もうそこでし。うんち？今やったら戻る。ほどやばいな。ほどすごい暑いから。すごい。なんかスーパーとか行ってトイレあるとこ行こうや。我慢できひん。今からマラハッタスカイワークに向かいます。ワーク？スカイウォークやね、ワークね。あ、ウォークか。やだ、多分もう絶景が見えんねんけど、で帰りは滑り台で降りてくるっていう、なんか滑り台派と階段派の人で降りる派がいる。そんな感じでちょっと行ってみます。ここは有名な、そうそう有名な、だからその観光のツアーにも入るぐらい有名なが1人$38、65歳が$34、5歳以下はたら、5歳以上は$24。あーちゃん、いーちゃん、スライドできひんやろ。なんで？あそこ無理って書いてある。5歳じゃないと無理やって。5歳やん。でも身長足りひんかったら、あの線でもオアやからいけるやん。じゃあアンドや。アンドか、ほんまや。42フィート、120センチぐらい？うん。犬はタダなんかな？いや、犬は分からへんな。聞いてみる。 Is dog allowed? No? Okay. どうすん？犬どうすん、リリー？
ミージかわいそうに。楽しみ。すごい作ったよね、このね。すごい、ね。無理やな。あちゃんちゃん、やっぱり無理や。ちょっと無理みたい。大人のやつ見た。なあ、また大きくなったら来よう。すごい、あっちの山がさ、めちゃくちゃ見える。すごい。すごいなぁ。すごい。気持ちいい。怖い？すごーい。見て。うん、もうすごい行ってる。すごい。カモ。いってらっしゃい。いってらっしゃい。バーバが今から滑ります。わーお。動いた。おいだ。ばばどうやった？めっちゃキャー言ってたな。で、ばばキャー言ってたな。今からちょっとばあばとヒロはチェンジして、ヒロが次上がってくるので。イエーイ、オムライオン出てくる。そうなん？え、ヒロじゃあ上行ってちょっと風景見てさ、このスライダー滑ってきてほしいね。下で撮影しとくからさ。あちゃんちゃんあかんの？あちゃんちゃん無理やね。だから降りるとき教えてくれる、LINE してくれる。パパ行って、行ってらっしゃい。行って、ヒロは聞こえ行っといた。パパパパ死んでね、怖がってね。パパひらひよひよ。ピクニックエリアに来るとこういう子供たちが遊べる場所と、ああ最高よ。なんかフードも食べれるし、アイスクリームも食べれるとこもあります。はーい、バランス、わーお、うん、ママ、うわー、ヒヨヒヨ、ちょっと待ってよ。いたエキサイティング、ヒロキ怖い、めっちゃ怖かった。バーバーだってキャーって叫んで響き渡ってたで。ジェットコースター、ジェットコースターみたい。一瞬で降りた、一瞬で降りた。え、あ、行ってない。やってきや、スライダー、行ってこようかな。じゃあ、来た、マミーや、マミーや、マミー来た、マミー来た。怖かったやろ、結構早い、早い、一瞬で降りれるな。ニコニコして、アハハハって笑って、アハハハって、こっち向け、
今からバンクーバーに帰る船に乗ります。バイバイビクトリア。バイバイビクトリア。バイバイ。バイバイビクトリア。バイバイアザラシ。バイバイアザラシ。アザラシミスした。クイーン。ゴーゴー。ピーアップアップ。グーグーガーリリグー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 。この足跡を辿っていきたい。なるほどな。だってこの足跡を辿っていけば一緒にお外に出れます。どんな感じかなって。リリー、リゴーリリー、イエスクー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 カーリリー。お、ドッグおるやん。リリー、バンクーバーでの10日間の生活、10日間の旅行が終わって、今から空港に送ります。空港にバーバー送ってきます。国際線着きました。今ちょうど2時間前到着です。あ、ちーちゃん楽しかった？バーバー来て楽しかった。バーバー楽しかった。初カナダどうやった？初カナダは楽しかった。ハートラブしたん？大阪、コレちゃん、エアカナダ13時25分。あ、そう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 。やから、ゲート D の54? D の54、うん、だから D あっちや。なんかアメリカ行きの方に向かってて、違うかったな、こっちと。え、ここはアメリカ行き？全部アメリカ行きなんやな、ここは。ここはアメリカ行きですよって言ってた。そうそうそう、アメリカに行き道ですよ。国際線向こう行ってくださいって言われたの。荷物預けれました。ちょっと今から軽くご飯を食べます。ランチです。グーグッドってほらババよかった。
本当ね。あとね、なんか思い出したわ。カナダに来た時のことを。ママとババだけ泣いてる。気をつけてねって。気をつけてね。バイバイって。バイバイ。気をつけてねって。気をつけてね。ママだけやった。楽しかったね。無事ママを送り届けたい。家帰ろう。大丈夫。まだ2本行こうな。な。レッツよ。また来てねー。